キリンパークシティ横浜。いつもならここからあんちゃんこと刈川あんなさんのリポートなんですが、今日は FM 横浜のスタジオから今月もあの方とビール講座をお届けしちゃいます、はい、ということでみんなで読んでみましょう、はい、あんちゃん、あいうえお、刈川あんなです。さあキリンパークシティ横浜ですが、いつも私がリポートをね飲食店からお届けしているんですが、今月もですね特別企画クラフトビール講座お届けします。待ってました、待ってました。今回で4回目、うん、いやもう大人気ですよ、うん、嬉しいです。皆さんもね結構ツイッターで反応してくださって、そうそう、ありがとうございます。で1回目から3回目までは YouTube の FM 横浜オフィシャルチャンネルにアップされています。あの放送されていない情報もありますので、ぜひそちらもチェックしてください。チェック。ということで今回もクラフトビールについて教えてもらうならこの方です。ゲストにキリンビール、キリンマスターブリュワーの田山智博さんをお迎えしています。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。唯一無二の男ですよね。そうなんですよ、もうおなじみの田山さんなんですが、簡単に改めてご紹介しますと、キリンビールのすべての商品の味の総責任者、マスターブリュワーの方でいらっしゃいます。もう田山さんしかいないんだから。そうなんですよね。すごい、どうなっちゃうの田山さんが、俺もうやだわとかって言い出したそれどうなっちゃうんですかね。いや毎度ありがとうございます、ね、誰ももう作れなくなっちゃうでしょ。そうなんですよ、ね、田山さんがいたあの美味しさがあると。そうでしょ、やばっ。でもここまでねたくさんいろんなことを教えていただきました、うん、前回はここ港町横浜とキリンビールの歴史教えていただきまして、キリンビールはねもともと商品名が先、その後に会社名になったということで、うん、まだまだ知らないことってあるんだなと、ね、意外なトリビアを、はい、ありました。面白かったもん、ね、で純吾さん、はい、もう改めて突然なんですけれども、ビール、はい、何からできているか、おいおいおい、ご存知ですか。バカにしすぎでしょ。わかりますよ。何ですか。ビールは麦芽、麦、ホップ、もろもろ、ホップ何回も出てきちゃった。いやなんか今ホップで目がでかくなったらあんじゃないんだけど、あ、田山さん正解お願いします。いやもうまさにその通りですね、はい、はい、あのホップ言っていただきました、うん、もう目の前にね持ってきちゃいましたんで ね今ね、これがホップ。そうなんです、これホップなんですね。そうなんです、生で見ることって、いやなんかイチゴの親戚みたいな。そうですよ、見た目似てますよね、うん、緑色のイチゴっぽい、ね、はい、これが初めて見たんです、ね、これがホップですね。もう今まさに収穫の時期なので、うんうん、まあ、あの畑からもいできたんですけども、うん、はい、まあ、今日はねですので、あのビールの魂とも言われてますこのホップの話を、はい、いろいろしていきたいと思います。はい、お願いします。これあのまあ、あのつる性の植物なんですね、うん、ですので放っとくとこう5メーターも6メーターもビヨーンと上に伸びていってしまう、まあ、そんなようなヘチマみたいにどんどん伸びちゃうんですね、うん、でこ あのマリバナって言いまして、マリのような形なので、うん、まあ、マリのような形の花ってことなんですが、うん、実はまあ花という花ではなくてですね、まあ、花が咲いた後の額がこう膨らんだ部分ですね、うん、でこれをあのビールに使うんですけども、ぜひあの手に取っていただいて、はい、ちょっと割ってみてもらっていいですか。割っていいんですか。あの縦にですね、すごく柔らかい、はい、あのちょっと私やりますので、はい、この上の方を持っていただいて、まず上を裂いていただいて、はいはい、でその後こう縦にこう割っていっていただくと、割れますね、はい、中にですね黄色いつぶつぶが見えます。黄色いつぶつぶ、はい、あります、あります、出てきました。これがあのルプリンと言いましてね、でこの中に、はい、あのビールに必要な成分がいっぱいギュッと詰まってます。ぜひあの匂いを嗅いで、あとこのまま嗅いじゃっていいんですか。割った面をですね、はい、ちょっとこうこすって吸ってあげるとですね、はい、このルプリンが壊れますので、はい、そうすると香りがいっぱい漂ってきます。じゃあちょっと嗅いでみましょう、みんなで。わ、すげえいい香り。そうですね、あれ非常にフレッシュな、ビールの香りしません。うん、知ってるよこの匂い、香り。そう、すごい、あのビールのグラスを鼻に近づけた時のあの最初に香る、ね、フルーティーな、うん、青々しい香りが、うんうん、あ、知ってる。それとあの柑橘のね、グレープフルーツの、そうですよね、はい、あ、グレープフルーツだ、フルーティーですよね、はい、フレッシュでフルーティーで、うん、いい香り。これ目つぶってたらビール近づけられてるのかなって思っちゃうかも。勝手に口開いてるもん俺も
飲もうとしてます。危ない。このそうですね、あの黄色い部分に大事な成分がありまして、はい、ほっぱいろんなあの働きをしてるんですけども、うん、まあ、まずあの苦味ですよね、うん、それからあの今嗅いでいただいたこの香りですね、とってもいい香りがします、うん、それから実はですね、あの綺麗な泡が立つのもこのホップがあるからなんですね。ホップがないと泡が綺麗に泡ができない。ホップがないと泡ができないんですね、はい、できないですね。それからあのこれ昔はすごい大事だったと思うんですけども、うん、あの微生物雑菌の繁殖を抑える作用があるんですよ、はい、ですのであの日持ちがするっていうことで、うん、まあ、今みたいに冷蔵できないような時代は、はい、これ非常に貴重なあの材料だったんですよね。保存のために必要だった。そうですね、保存できるっていうことで、はい、腐らないっていうことですね。じゃあホップがないと本当にビールって絶対に成り立たないもの、はい、逆に言うとホップはもうビールのために世の中に生まれてきたような植物。まさにそうですね、はい、確かにね、ホップってビールの関係でしか聞いたことない。なホップ丼とか食べたことないもんね。食べたことないですよね。苦いじゃないかな。苦いですかやっぱね。ホップってこれって結構種類とかもあるんですか。はい、あのどんどん今新しいホップが誕生してましてですね、うん、増えてるんですけども、まあ、今200種類は超えるんじゃないかな。200、それぐらいあのいろんな種類のホップがあります。それぞれだいぶ香りとかも、はい、香りも違いますし、はい、まあ、いろんなあの苦味の成分とかも違ってきますので、まあ、そのどんなホップをどういうタイミングでどういう配合で、まあ、使っていくか、まあ、ここがもう本当にブリュワーの醸造家の腕の見せ所と、なるほど、いうところですね、はい、変わってきそうですもんね、味が。で、まあ、ホップはあの農産物とはいえビール以外にはほとんど使いませんので、うん、まあ、あのスーパーでも売ってませんし、見たことないですね。八百屋でも売ってないので、本当初めて見ましたよ、ね、はい、あの初めて、こんな綺麗な緑なんだなと、はい、こんな風になってますので、はい、花びらが、ね、重なってますけど、これ実はあの日本でもあの作ってるってことをご存知でしたでしょうか。いやいや知らないです。日本でも売ってるのは見たことないけれども、まあ、そうですね、作ってるんですね。作ってるんですね、はい、まあ、あの明治時代から日本でもあのビールを作り始めまして、うん、で、まあ、ホップを作り始めたっていう経緯があるんですけども、はいはい、日本でもあの作ってます。へー、どのあたりが有名なんですか。そうですね、あのこれ寒冷地で生育しやすいってところもありますので、うん、まあ、今はあの北海道とか東北とか、まあ、この辺で、まあ、ほとんどホップが北の方で、作られてるんですけども、うん、まあ、最近あの全国にクラフトブリュアリーさんがございますので、まあ、あの庭先で自分で自家栽培したりとかっていうことで、まあ、そんなことも含めてあの結構いろんなところで作られ始めてますね。寒冷地って言ってもあの別じゃあ例えば関東での自分の庭先でもできなくはない。まあそうですね、なんとか作れるってこと。これも実はだからあの私の家の近くの横浜の、はい、これは横浜の横浜の工場で横浜でも作られるんですね、はい、ちょうど今収穫の時期なので、はい、タイミングよく。とあるビール関係者からあのホップを栽培してみないかとお声掛けいただきまして、でその時はですね、あのホップって本当にこんな暖かいところでできるのかなと思ったんですけど、よく調べてみると意外とできそうだということが分かりまして、でそれで挑戦することにしました。やっぱりそのホップをあの基本的にはどうやって作ればいいのかという、まあ、その教科書的なあの方法が全くわからなかったので、まあ、あの最初ですね、その教科書なり 技術資料を探すのに非常に苦労しました。で、まあ、これ数年かかりまして、でそれでようやくあの昔のもうあのもう3、40年前に絶版になった本を見つけることができまして、まあ、それここで今ようやくなんかそれなりになんか満足できるようになってきたかなというふうに考えています。3つありまして、まず
取り立ての生のホップでできたビールは美味しいと聞きまして、まずはその自分がそれを飲んでみたいというのがまず一つ目でして、で次に、そういう出来上がった美味しいビールをぜひたくさんのお客様に飲んでいただきたいというのが二つ目です。で最後に、まあお客様にたくさん飲んでいただくことを通じて、ぜひ横浜でも実は農業が盛んに行われていて、農家が頑張っているということをぜひ知っていただくいいきっかけになれればと思いまして、でそれでホップを作ることにしました。当園で栽培しているホップはカスケードと呼ばれる品種でして、アメリカ系のホップですね。で従来のビールに使われていたヨーロッパ系のホップはやっぱりその寒さに寒いところでよく作るものなんですけれども、このアメリカ系のホップは意外と暖かい日本みたいなこの横浜みたいなところでも作ることができまして、でしかもですね、このカスケードという品種、もともとのクラフトビールのブーム、アメリカ発祥ですけれども、アメリカのそのクラフトビールブームの火付け役になった、そういうエポックメイキングなホップです。で香りの特徴としましては、グレープフルーツやオレンジのような柑橘系の香り、とってもジューシーでフルーティーなビールになります。まあそこが従来のビールと違ったところですね。でそれでまあこちら今ホップ1個取ったんですけれども、こちらをですね中割りますと、中に黄色い粉が入っています。こちらがルプリンと呼ばれる、樹脂、油が入っている粒になります。でこの中にビールの香りと苦味の原料になるものが入っています。なのでこれをですね、こうやってこすり合わせると特に香りが立ちまして、ビールの香りというか、クラフトビールの柑橘系のとってもフルーティーな香りがします。いやすごいですね。勉強になっちゃった。勉強になりました、はい、で今回ねスプリングバレー法人496はリニューアルしたということですけれども、ね、はい、このホップの種類が、はい、今までは海外産の4種類のホップを使っていたんですけども、はい、まあ、今年のリニューアルで日本産のまさにですね、いぶきというホップ、遠野ってご存知ですかね、はい、岩手県の遠野物語、はいはい、まあ、遠野っていうのは一大ホップ産地なんですけど、まあそこを中心としてまあ東北で育ったいぶき、これをふんだんに使ってるんですけども、はい、5種類目のホップということで配合させていただきました。遠野のいぶき、今まで遠野とはカッパだったんですけど、そうですね、これから遠野とはいぶきですね。いぶきね、わかりました。まあこのいぶきキリンが開発した、キリンさんの開発のホップ、ホップでもう1939年ですかね、はい、まあ、それ以来大事に使ってきたホップなんですけどもね、非常にこれも柑橘のいい香りがするので、とっても上品に仕上げることができました。いやということで、その改めて5種類のホップになったスプリングバレー豊潤496目の前にご用意いたしましたよ。嬉しい。ではではいただきますかね。わ、キンキンに冷えております。グラスもいいですね。綺麗な色です。ではぜひホップに感謝しながら、ホップに感謝して、感謝、はい、ではいきますか、はい、せーの、乾杯。もういぶき、いぶき感じます。これいぶきだったね。いぶきでした。あ、今喉にいぶきってる。うわ、ホップ大事ですね。美味しい。生のホップ嗅がせていただいて、うん、1種類でもこんなに香ったじゃないですか、はい、なのにそれが5種、そうですね、いろいろと複雑に入っていて、はい、本当オリジナルの美味しさですよね。そうですね、組み合わせが大事ですね。いやこれはこれは細やかな技術ですよ、本当に作業もね。
もうね、田山さんいつも楽しく勉強になる講座ありがとうございます。ありがとうございます。来月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。来週のキリンパークシティ横浜もお楽しみに。